コトリン島の位置コトリン島ロシア語、ラテン文字表記。コトリーンはバルト海、フィンランド湾の奥に位置するロシア連邦の島。サンクトペテルブルクから西に約3 0トルフィンランド語ではレクサーリと呼ばれる。東西の長さ1 4トル南北の幅は約2キロメートルで長細い形をしており、島の東側にクロンシュタット市がある。 西端から約2キロメートル沖の岩礁に灯台がある。この地域は歴史的にフィンランドの地勢であったと思われる。12世紀以降、スウェーデンとノブゴロド公国の争奪地の一つとなった。13世紀にスウェーデンとノブゴロドの間で国境線が確定。この島はノブゴロドのものとなった。その後この島はロシアツァーリ国に引き継がれたが、1613年に、 スウェーデンがカレリアと共に領有する。この島が最終的にロシアの領土と確定したのは大北方戦争の最中の1703年である。以後、海港サンクトペテルブルクを防衛するためにコトリン島は要塞となった。ブレジネフ時代に東側の対岸からコトリン島との間に飛び石状に並んでいた小島を結んで防潮堤が築かれ、現在はその上に作られた。 自動車道路で大陸と結ばれている。また、南側の対岸にはロモノソフ市があり、その間を海底トンネルで結ぶことが計画されている。バルチック艦隊の主力基地があり、軍事的に重要な島である。サンクトペテルブルクへ接近する回路を二つの海峡に分けており、都市の防衛に大きな役割を果たしてきた。ありがとうございます。